私はいつまでもお待ちしております。これにいたしましょう。各種音量や操作方法を変更できます。ゆっくり選んでくださいまし。忍びの定めは死の定め。影に生まれて影に散る。忍びの定めは死の定め。人の歴史に最悪あり。それは人知の及ばぬ現世の断り。人の歴史に最悪あり。この世界は大規模な天変地異によって幾度も壊滅的な危機に見舞われてきた。しかしそれは天災ではなく邪悪な破壊の意志によるものだった。この大いなる災厄に全てをかけて抗うこと、それこそが現代に生きる忍びたちの究極の任務なのだ。この任務に挑む忍びのほとんどが命を落とす。だがそこに悲しみの涙が入る余地はない。そもそも忍びにとって無事に帰れる任務の方が稀なのである。だから忍びの命は儚い。それは虫けらのような路上の屍。だから忍びの命は報われない。それは誰も知らない名もなき穴。現世に漂う忍びの魂は何を思う。志半ばの無念か、残した者への未練か、それとも
これより始まる物語は忍びの魂を鎮める祭り、鎮魂の宴の記録である。聖火の宴の果てに裏若き忍び学生たちは何を見るのか、何を感じ取り何に涙するのか、それはまだ誰にもわからない。夏来たりて宴咲き染める。その宴楽しからずや。何よこの声。みょうびちゃん、こっちこっち、こっち見て。こっちこっちじゃない、あんたなんて格好してんのよ。ったく、で何が見えるのよ。お肥料連かやむよ、市民の方お肥料連覇か大連美波見るよ。忍び結界を張って何をやってるのかしら。あの日の中に飛び込んだら絶対熱いよね。レオナちゃん絶対気持ちいいよね。だからバカ。願わくば別の場所、別の時代、別の時間において幸せな人生を。みおびちゃん、あれ、お姉ちゃん。料金よ。お姉ちゃんに触らないで。おお、お前たち。ようだ。お姉ちゃん。
バカって呼ばないで。じゃあなんて呼べばいいのよ。バカ犬って呼んで。それがダメならメス豚って呼んで。あんたと話してると頭が腐って。そんなことよりさっきは。そうだった、気持ちよくて忘れ病気お姉ちゃんに会いたい。うん、でもどっちに。ほら見て、あっちに光が見えるでしょ。きっとあそこよ。本当だ、あそこにさっきの。でも絶対生き返ったんだよ。もうごまかっ。どうしたのリョウビちゃん。なんでもないわ。何か来たわよ。構えなさい。うん、リョウナちゃん絶対頑張る。リョウビ、悪の誇りを舞い掲げるわ。追いてかない。
殺せばよかった。見たことのない忍びたちだったけど、どうして襲いかかってきたんだろうね。まあいいや、今よし行こうよ、はあ、なんか乗り気じゃない感じだね。うるさいうるさい。そっか。りょうびちゃん、せーの、こちょ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 、ちょっとやめ。だったらどんな問題なの。それは心の準備。はあ、そんなわけあるか。つまんないこと言ってるとぶっ殺すわよ、この豚クズカス。そういう変態チックなの。そんなことないもん。病気お姉ちゃんはりょう、あんたがそんな調子だと姉さんだって梅酒見た。おいおい、それを言うなら梅酒じゃなく、りょうびちゃん、その一人ツッコミ一人ボケはやめた。うるさいうるさい、とっととね。はーい、病気お姉ちゃん、絶対会いに行くからね。どんな顔で会えばいいのよ。りょうびちゃん、りょうなちゃん、お久しぶり。それは永遠に忘れない。お姉ちゃん、生き返っちゃいました。永遠に忘れることができない奇跡のような8日間、始まりでした。どこかの遠くにあるという天国みたいな島でも足りない、真夏の太陽、輝く青い空、澄み渡る青い海、ヤシの雲、優しく揺れる場所、探し出し星に
皆さん、今日も修行を始めましょう。立派な善人になることが私たちの目標ですからね。ちょっとみのりち、私が大切に取っていたプリンを勝手に食べたでしょ。食べてないもん。みのり、甘くて柔らかくて美味しかったプリンなんて食べてないもん。嘘だ、今美味しかったって言ったじゃん。少し静かにしてくれ。うるさくて漫画を描くことに集中できない。うわーと魔王は雄たけびをあげた。うわーミノラッチ、セリフを言いながらじゃないと描けないの？登場人物たちの感情を肌で感じたいのだ。皆さん、私の声は聞こえていますか？みのりも一緒に叫びたい！ぼあ、っていうか夜桜ちゃんもすでに怒ってるし、ほらみんな、はーい。ありがとうございます。夜桜さん、本来なら私がみんなを叱らなければいけないのに。そんなことは気にしなくていいです。ありがとうございます。私、どういう意味ですか？夜桜さんから5個？わしの背中から光が出ているとでも？夜桜ちん、マジで5個だ。アイスクープ、ブログに投稿しなくちゃ。なんじゃと？ありがたや、ありがたや。わしを拝むのはやめてくれ。みのり、わかったよ。夜桜ちゃんのこの光は一体なんかヤバくない？この光、気をつけて。眠りなさい。はい、眠り、そこですか。
スク。よくも消息させません。
披露しましょう。受賞者は、はい、頂戴します。熱い、よくも消息を。ふっふっ、お別れですね。ふっ、はい、お別れですね。しっしょ、くらい許しません。頂戴します。お別れですね。なんとか撃退できたみたいですね。ですがユミ、この者たちは。はい、以前スパリゾートで襲ってきた者たちと同じ気を感じました。あの時はこの者たちがいきなり私たちの目の前に現れましたけど、今度は私たちの運はこの場所へと引き入れられたように感じます。あの者たちは何者なんでしょうか。悪人とも妖魔とも違う気がしますし、見当もつきません。そしてこの場所は一体。ユミちー、
夜桜っち、海だよ海海、みんなで泳ぐっきゃないでしょ。はい、祈り、我は砂浜に穴を掘って海。皆さん、もう少し緊張感を持ってくれると助かります。力が及びませんでした。ただ絶対正義の体現者になるには、ダメだ、見つからない。リョウビとリョウナはどこへ行ったというのだ。こっちもダメだったよ、どこを探しても。修行中に黙っていなくなるとは。まさか、やっぱり外は怖い。ダメだ紫、そう簡単に引きこもり生活には戻らせないぞ。重要なレイド戦は今日までだし、ゲームの中の仲間より現実の仲間を心配しろ。わかった。偉いぞ紫、それでこそ僕の妹だ。ではもう少し探してみるか。何事もなければいいんだが。これで実は遊んでました。イム、お姉、あ、なんで二人とも。お前、え、ミヤビ、何を言ってるんだよ。うん、おでこが光ってるって。そんなバカなことがあるか。いや、間違いなく光っている、ピカピカと。お姉ちゃん、おでこが光…ああ、私も同じだ。おでこが光っていても、イムはいつまでも大切な仲間だ。
から光ってるわけ。あ？なんか僕の頭の上で光ってるぞ。本当だ。ほら見たことか。だいたいおでこがピカピカ光るわけないだろ。待てイム、おでこの話をしてる場合じゃないぞ。え？砂浜？どういうことだ。海は太陽は苦手。暗く湿って。イム、紫、先だ。今日がまだ飲み込めないが、殺気を持って。了解だよ、ミヤビ。久しぶりに人暴れて行こうか。燃え尽きろ。さっさと始末させてもらう。